いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。ラーシンです。今回の旅先は栃木県栃木市で、目の前に遊覧船乗船受付所って書いてありますけれども、栃木市3つぐらい相性があるらしいので、小江戸、あと関東の倉敷、すいません、あともう一つ忘れちゃいました、ごめんなさい。というわけなので今回は遊覧船に乗ります。でちなみになんですけれども、すぐ脇を流れているのが渦間川という川だそうです。たくさん鯉が泳いでますね。あのボートで渦間川をぐるっと一周するみたいですね。じゃあ早速行ってみましょう。蔵の町遊覧船定期運行の運行スケジュール、こんな感じになっています。とても耳寄りな情報を入手しました。なんとこの遊覧船に乗るときにですね、着物を着ていると100円の割引があるそうです。ぜひ栃木に来たらですね、この遊覧船を乗ってゆっくりと過ごしていただくと、失礼しますね。変身しました。麦わら帽子から菅笠にチェンジです。では失礼します。あ、すみません。はい、それでは出発していきたいと思います。はい、出発の前にですね、セレモニーがございます。はい、船頭の私がですね、船が出るぞと声かけましたら、皆さん右手拳つく手で、はい、おーと掛け声お願いします。はい、声が小さいとやり直しございますので、はい、大きな声でお願いします。はい、それでは行きます。船が出るぞー。あー、おー、はい、ありがとうございます。行ってきます。それでは出発していきます。はい、いやー暑いですね。この時間が一番暑いかもね。暑いですね。まあね、熱中症にならない程度に楽しんでいきたいと思います。はい、はい、本日はですね、改めましてご乗船いただきありがとうございます。はい、この遊覧船ですね、向こうに見えますグレーの橋ありますね、はい、幸せが来る橋と書いて高麗橋と言います。こちらの下まで行きまして、U ターンをしていきます。はい、で U ターンすると、下の方に外側路で来ている席がございます。またそちらで U ターンすると約20分ほどのコースとなっております。はい、今この川を登っている、遡上しているところですね。川の名前は、渦間川と言います。漢字で書きますとですね、皆さんの傘にも書いてありますね、巴の波の傘、川と書きますね。当て字ですね。あ、昔はですね、この川非常に流れが速かったんですね。で至る所にこう渦巻きを巻いていたそうでして、それで昔の人は渦巻き川と呼んでいたそうです。それが縮まって渦間川というようになったんですね。また巴という漢字はですね、渦巻きを表す象形文字だと思って、まあ、昔の人がおしゃれを聞かせて、こんにちは、はい、こんにちは、どうも、どうも。ずっとお魚が登場して一緒に来てくれると思います。あ、綺麗な錦鯉がね、右側にいますね。あ、本当だ。本当ですね。まあ、また戻ってくるときに見れると思います。あ、はい、はい、進行方向の右側ですね、お屋敷が並んでいますね。白い、土でできた壁ですね。どうぞ、蔵が立ち並んでいます。カットが立ち並んでいますね。下にはこう黒部が 120m 上が連なっている長い敷地が正しい、これで一つのお家なんですね。これはですね、塚田屋さんといいまして、江戸時代の後期からですね、木材の改装問屋、輸送をしていたお屋敷になります。この辺ですね、材木がたくさん昔取れたんですね。杉とかクヌキですね、まあ、そういったものをですね、いかだ状に準備ですね、この川を使ってずっと下っていって、東京の木場ですね、120キロぐらいあると思います。そこまで下っていって、さばいていく輸送屋さんですね。3日2晩かけて、運んだそうです、まあ、急いで3日2晩ということなので、ゆっくり行くと1週間ぐらいかかったことですね。また他にはですね、この川を使っていろんなものを、栃木で、ね、江戸に物を運んでいました。この辺りですね、麻の生産が盛んなんですね。今も全国の8割9割はこの辺りが麻生産していますけども、まあ、そういったものを使った、日用品だったり、
そういったものをですね、船に満載にしてですね、ここから、江戸まで運んでいったんですね。またですね、帰りの船もですね、いろんなものを運んでいったようです。江戸からですね、栃木ですね、まあ、この辺り海がないんでね、海の幸とか、まあ、あとやっぱり江戸は文化的なものがたくさんあったんでね、こうお化粧品とかですね、日用品類ですね、まあ、そういったものを運んでいたようです。何というの？なのでこの辺りね、地名で入船町とか港町って地名があるんですね。普通そういう名前って、海沿いにつくものだと思いますけども、この辺りはですね、この水運ですね、この周運、船の運とかで周運、それによって名付けられた、地名がたくさん残ってますね。おお、すごいすごい、乱闘乱闘。はい、こちらの橋が、高麗橋、幸せが来る橋と書いて高麗橋ですね。こういうの埋まった。ちょっと幅が広めの橋ですね。ここが昔の、栃木の、へりというか口ですね、関所があったところですね。ここから右側が街中で、左側は、まあ、外みたいなとこだったようです。橋の真ん中の黒い板、グレーの板ですね、ちょっと色が変わってますけど、これは5年前の台風の時にですね、壊れてたところを直した後ですね。やっぱりこう川と一緒に暮らしている街なので、そういった水害もね、よく受けるんですよね。上には鯉のレリーフも飾られていますね。本当だ。はい、この以上行くと U ターンできないので、ここからゆっくり U ターンしていきたいと思います。はい、これより上だと流れが速いので川幅が狭いんですね。なのでもう船は上がっていけないですね。はい、川を下っていきます。はい、風がね、涼しいような、暑いような、ね、さっき天気予報見たら37度みたいな感じだったんですからね、体温より高いかもしれないですね。今ちょっと上の方で工事してるので、ちょっと水草が流れてきますね。いつもはもっと透明度が高くてですね、もっと川底見えるんですけど、今日は工事してるんで、ちょっと水草が。この辺りはですね、栃木橋というふうに呼ばれています。橋っていうのは昔の船の荷揚げ場ですね。事の起こりはですね、今から400年前ですね、1617年にですね、徳川家康を静岡県の久能山からですね、日光東照宮に改装する、お墓を移動するっていう時にですね、必要な物資をここで荷揚げしたんですね。で、ここから日光東照宮に運んだと、まあ、それが事の起こりと言われています。まあ、当時はですね、流れが速かったので、こうやって下る分には楽なんですけど、上りは非常に大変だったようで、両側に道を作ってですね、馬とか人とかのですね、船を引っ張ったんですね。それでこう物を運んでいたそうです。その時にできた道が綱出道と。今ちょうど車が走ってる右側の道とか、左側の歩道とか、それが綱出道の名残ですね。またそれからですね、30年後ですね、1647年になりますと、京都の朝廷からですね、毎年日光東照宮に、天皇の使いが奉納しに参るという行事が始まります。その時に通った道がですね、日光霊平四街道と、京都から日光東照宮までつながる街道ですね。その時の宿場町として栃木はなりました。なのでですね、今左側ですね、ちょっとここから見えないですけど、大通り側、まあ大通りですね、が日光霊平四街道の名残ですね。なので栃木市はですね、この宿場町としても栄えました。なので栃木はですね、小京都とか小江戸って呼ばれることあるんですけど、小京都っていうのはその霊平四街道の宿場町としての顔ですね。で、小江戸っていうのは川で江戸とつながっていたこと、両方名乗っているんですが、なかなかないと思います。
まあ、それからしばらく経ってですね、明治時代になりますと、栃木市っていうのは栃木県の県庁所在地に明治時代の最初の13年だけなったんですね。今は宇都宮が県庁所在地ですね。まあ、当時は宇都宮県と栃木県っていうのがあって、それが合併して僕は栃木市が県庁所在地になって、まあ、途中で宇都宮に移動したわけです、まあ、その結果ですね、栃木市っていうのはほとんど戦争の空襲を受けなかったんですね。宇都宮は非常に空襲を受けちゃいましたけども、まあ、この辺はほとんど受けなかった、まあ、そのおかげでたくさんこういった古い町並みですとか蔵が残されているということですね。成田空港とかが近くなってますね。それからこの一つですね、この3つが小江戸と呼ばれている、まあ、知名度で言うとね、やっぱり川越とか大きいので、よく皆さん知ってると思いますけど、実は蔵が残される数は栃木が多いと言われています。敷地がずっと奥に長くて裏に蔵が隠されているので、あんまりよく見えないんですけど、実はたくさん残されていますね。関東の倉敷なんて名前も聞いたことありますか？ああ、そうですね。関西だとね、倉敷とかもありますよね。関東の小江戸っていうのは川が全部江戸とつながってたんですね。それでみんな輸送をしていた。川越は新橋川っていうんですかね、ずっと通ってる川ですね。佐原は利根川を使ってずっと東京まで向かったんですね。はい、こちらの橋が出雲川橋と言います。今日は暑いんでね、唯一の日陰になりますけど貴重な日陰を楽しんでくれます。あ、ここにさっきいた、そこにね、カワウが、あ、まだいますね。カワウがいますね。もう彼もね、多分暑くてね、あそこにずっといますね。カワウはですね、ちっちゃな小魚をね、食べるんですよね。なのでね、そこにいたってしょうがないんですけどね、もう暑くていらんないんですよね。暑いよねこんなに逃げない川は初めて見ます。全く警戒しない。全く警戒しない。川の中って温度が結構低いですね。そうですね、やっぱり風がね、吹いてたりとか水温もあるのでちょっと涼しいですよね。先に行くと二股に分かれてますね。左側に行くと、本流ですね、東京までつながっています。ずっと行って渡良瀬川に合流して、利根川に合流して、千葉県の野田市にある関宿っていうところですね。そこで江戸川とつながっているので、そこから江戸川に乗り換えて南下して行って東京に向かっているということですね。右側は大平っていう地域ですね。お隣の町の大平っていうところの、農業用地ですね。ブドウとかがたくさん取れるところですね。あ、そうか。だからあれだ、岩船からこっちに来るとき果樹園いっぱいあったのはそういうことか。そうですね。大平には大平山っていう山があるんですけど、あんまり水が出ないみたいで、こっちから水を回してるみたいですね。この辺は鯉が多いですね。大きい鯉がいっぱいいますね。鯉って本当50年60年ってね、生きるみたいで、あの待合所にも書いてありましたけど、鯉太郎君っていうね、大きい1メーターぐらいの鯉がいたんですよ、まあ、それが去年の台風で流されちゃったらっていう、捜索中でね、見つけたら1年間船に乗り放題っていうキャンペーンやってますから頑張って探してください。大きいのね、もっと大きいんだね。ええー、本当ここにいるのも十分大きいんですけどね。これよりもね、本当大きいので。倍、3倍ぐらい。すごいな。こちらが瀬戸川ですね。収穫力やばい。カモもね、今はカルガモだけですけど、冬になるとね、シベリアからたくさん渡ってきて100羽以上いますね。5、6種類ぐらいのカモがここで鯉と餌を奪い合ってね、鯉の頭をね、踏みつけながらね、餌を食べてます。すごい、すごい疲れた。ね、逃げてるんだね。
この声は昔市役所で話した声なんですね。あ、実はこの川は日本で2番目に汚いっていう時代があって、ね、まあ、頑張って水質改善して綺麗になったよって PR の時にたくさん声で話したんですね。なのでたまにいる錦鯉みたいな綺麗なやついましたね。あれはもうその頃に放った魚ですね。まあ、ただね、数年前にコイヘルペスっていうね、病気が全国で流行ってて、その時に錦鯉は結構死んじゃったみたいでね。今は黒い、大きいやつばっかりになってますけど、本当はね、いろんな種類があります。喧嘩しますよ。この辺りで歌のご紹介をしていきたいと思います。今日はですね、あの、私が歌うんですけど、はい、今コロナの影響で歌わないでっていう風になってるので、あの、はい、私より上手い船頭が歌ったあの録音がありますので、こちらを聴いていきたいと思います。その前にですね、あの歌詞をちょっとご覧いただきたいので、遊覧船のチケットをお持ちですかね。それの裏面をご覧いただきたいと思います。はい、裏面にですね、栃木菓子船頭歌っていう歌が書いてあります。これは何かっていうとですね、昔の船頭が、ここ栃木から東京に向かう時に歌っていたという歌ですね。引用みたいなものです。歌詞見ていきますと、栃木菓子より津賀船、津賀船っていうのはこういった底の浅い和船ですね、流れに任せ部屋までっていうのが、部屋っていうのは、ここから南に行ったところにある渡良瀬遊水地とか、あの辺の地名ですね。部屋まで下りゃ、船頭泣かせの笠掛け場と、まあ、ちょっとした難所があるよってことを言っています。2番がですね、向こうに見えるは春日の森よ、春日の森っていうのは、ここからちょっと下ったところにある春日神社というところの境内の森を指しています。まあ、それが見えるともう栃木が近いよという目印だったんですよね。宮で咲く花、栃木で散る。宮っていうのは江戸ですね。花っていうのは商品のことを指しています。江戸でたくさん買い付けてきた商品を、まあ、栃木まで持ってきて、栃木で広く売れて切っていってほしいということを書いてますね。で、散り気流れる雪まで、まあ、そんな歌を歌ってですね、昔の人は、川をずっと下ったり登ったりしていたようです。そういう感じで簡単にですけども、録音ですがお聴きいただきたいと思います。
タウトってですね、昔の人は東京まで運んでいたようですね。それでは船着き場に戻っていきます。食べたい。じゃあ、お前の買うもんにあげるよ。お腹いっぱいになったね。船着き場に着いてからお待ちください。はい、最初ね、ちょっと揺れるので。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。